大鶴肥満のことを見つけていきたいと思います。いくぞ。ここら辺でおすすめの場所とかありますか？おすすめの場所です。そうしましたらね、はいはいはい、こちら森の方に出ていただきますと、柴田園さんってあるんですよ。はいはいはい、はい、ちょっと相方でこう手がかりがこうピンク色のジャケットを着てて190キロぐらいあるんですけど、はい、そのような人間をこの辺で見たりはしませんでしたか？さっきそうですね、追いかけします。あ、本当ですか？はい、ちなみにその大きい男はなんかどっちに行ったとかって。あ、柴田園さんって言ってた。柴田園さん行かない行けない。あの綺麗なお姉さんと約束したんだ。美味しいかき氷クレープがあるお店に行くって約束したんだ。行けない行けない行けない。いや、もう甘いものを食べるって決めたんだ今日は。静岡の甘いものを食べ尽くすできてるわけですからね今日は。本当にそうこう言ってるうちに着けました。こちらでございますね。熊のお店があるって言いましたけど、ここですね。カネカ熊さんスイーツ、キッコーマンと同じですよ。キッコーマンとほぼ同じですよ、これ形、はい、これもう入っちゃっていいんですかね。早速じゃあ行きましょうか。よっしゃ行きましょう。邪魔するぜ。よろしいですか？あ、いやすごいお店ですね。はい、ここは何屋さんなんですか？お茶屋さんです。お茶屋さん、はぁ、い、これが一番おすすめとかってありますか？お抹茶お好きですか？抹茶大好きですね。はい、現金で。はい、現金で、はい。1100円のお抹茶と、1700円になります。じゃあ本当ありったけのすべてを出します。はい、ここからあのうまい具合分けてください。1、2、3、4、5、5520円。はい、お預かりしますので、はい、3000と3000円と、はい、820円、はい、820円ですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、お確かめください。はい、820円、3000円、はい、これ領収書もらえますかね？はい、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます。宛名なんですけど、まー、あ、ちゃんでお願いします。まー、あ、ちゃんでお願いします。ひらがながよろしいですか？まはカタカナで。まはカタカナ で伸ばしでひらがなでちゃんですね。で、はい、まー、あ、ちゃんで。はい。まあ、ちゃんあ、すいません、ありがとうございます。ひらでよろしいですか？はい、お願いします。はい、長くなりますね。あ、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いただきました、領収書ですね。はい、ありがとうございます、まー、あ、ちゃん。こんにちは、いらっしゃいませ。はい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 、はい、あ、大きいっすよ僕。そうなんですよ、すいません、本当にガリガリですね非常に、はい、サインとかもあるわけですね。けどやっぱこのメニュー表とかもやっぱあった方がいいと思うんですよね。だから僕たちの、抹茶ミルクかき氷でしたっけ？間違えた。抹茶ミルクですね。抹茶ミルク、抹茶ミルク、抹茶、抹茶ミルク、ま、抹茶ミルク、あー、ま、抹茶ミルクですね。抹茶ミルク、抹茶ミルク、抹茶ミルク、お待たせしました。はい、
うわー、抹茶ミルクのかき氷でかー、はい、何これ、うわすごく馬も乗ってる、何これ、はい、シロップを綿菓子の上からかけて、はい、いいんですか、はい、これを綿菓子、え、熊の上からかけちゃっていいですか、はい、そうしてください、何これ、はい、すごいですね、これ、あ、すごい、どっから食べていけばいいんだろう、熊さんはクリームつけたり、はい、あんこつけたり、あ、なるほどね、モナカですね、これモナカなんですね、はい、いやっていやっていただきます、あー、馬込でございます、馬込、あー、これはねすごいですね、かき氷、やっぱ僕の思ったかき氷って結構こうシャリシャリというか、なんかこう でかい氷の粒というか口の中を襲ってくる、最上級魔法呪文魔法みたいな感じがしたんですけども、このかき氷やっぱすごいですね、ふわふわですね、氷を食べている感覚が全くしない、本当一種のスイーツというか、口の中で程よくほろけて、その抹茶がもう口の中一気に広まって、最高のスイーツになっておりますね、これは、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、一気に食べると頭ついちゃいませんか、めっちゃきます、ちょっとめっちゃチャーハンみたいな感じで食っちゃっててごめんなさい、うわすごい、あ、これもクマが、はい、乗ってます、すごいですね、はい、お使いください、いや今年2023年のデブのオリンピックの聖火リレーのランナー任されたわけですからね、え、本当に最高で代表していただけますよこれは、はい、クリームたっぷりですね、バナナも美味しくて、クマもあっけなかったっすね、そうですね、うわこうパフェの美味しさだけじゃなくて、この人生の儚さまでもが伝わってくる最高の一品でございます、これですかね、これでいきましょう、なんて書いて、なんて書いて、謝っても謝るな、まーちゃんに謝っても謝るな、これあの焼肉焼いても家焼くなみたいな感じでまーちゃんに謝っても謝るな、あのお盆の上にストローの、うん、はい、ということで、あの大鶴肥満がですね柴田園さんに来ているという噂を耳にしましてですね、で大柴田園さんのあるですねこの爽やか通り下天満商店街に、様子を伺いに来たということで、果たして大鶴肥満はここにいるのかどうか確認したいと思います、いや大鶴肥満いるのかどうか気になりますね、いやあ、七夕のお願いも、みんな仲良し、みんな元気、優しい気持ちみたいな、このね、三つで一つのようなこの三人で力を合わせて一個のお願いになるような、その標語のような素晴らしい短冊がたくさんで、あ、いい短冊ばかりですね、素直な心、あ、なんかこの何々
しますようにとかはもうちょっと時代遅れなのかもしれないですね。その素直な心とかね、優しい気持ちとかそのこの構えを皆さんこう考え書いてくださってるんですね。いやいや商店街は、あ、招き猫なんかも招き猫持ってて、あの大きな招き猫とかいくらぐらいするのか気になりますよね。10万円ぐらいと言われたら10万円かと思うし1万6千円ですって言われたら1万6千円かとも思うような。いやーラーメン屋ですか、お食事所。うん、いろいろありますね。なかなかこう柴田園さんが見つからないということで、果たして一体どこにあるのやらね、パーティー会場なら見つかったんですがなかなか柴田園さんが見つからないということで、いやーね、本当に果たしてどこにあるのか。こう商店街と言いましてもですね、こうアーケードのあるエリアはもう抜けてしまいましたから、もう果たして柴田園さんがあるのかどうなのか。お、ようやくですよ、ようやくもう山を越え谷を越え僕らの町にやってきたのが、はい、ここ柴田園さんでございます。柴田園さんにようやくたどり、柴田園さんに、あ、おっと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 、はい、ということでようやくたどり着きましたのが柴田園さんでございます。ようやくたどり着きました。いやー長かった。ここでもしかしたらここで大釣りマンに再会できるかもしれないということで、早速、お邪魔していきたいと思います。すいません、あ、お邪魔します。あ、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。あの僕ママタルトというお笑い芸人で、はい、相方とはぐれてしまいまして、はい、相方がですね体重が190キロぐらいはい、ありまして、ピンク色のジャケットを着ているんですけど、はい、ピンクの方、はい、はい、あ、もしかして、はい、ここに先ほどいらっしゃいました。もう出てきましたか。そうですね、40分くらい前に。あ、40分くらい前に、はい、なるほど。そんなにこうやっぱこう逃げ足が早いわけですね。じゃあせっかくなんで食べていくんかいみたいな感じなんですけどね追いかけへんのかいみたいな感じなんですけど、せっかくなんで何かをいただいていってもよろしいですか。あ、はい、ありがとうございます、はい、あ、じゃあ僕ほうじ茶ミルク、ほうじ茶ミルクにしてもいいですか。はい、ほうじ茶のミルクですね、はい、はい、はい、あ、ありがとうございます。もしあれでしたら、あ、あれもしかして、まーちゃんに謝っても謝るな。まーちゃんに謝っても、あれ、まーちゃんミルク、あれ、まーちゃんミルク。ジャングルのおばちゃん、まーちゃん、まーちゃんヘルスケアのまーごめん、あ、ヒューマンヘルスケアのエーザイみたいにまーちゃん、まーちゃんごめんねって言ってる。まーちゃん、まーちゃんの炎のチャレンジャー、これができた。うっちゃん、なんちゃんのこれができた100万円みたいにまーちゃん、まーちゃんのって言ってます。え、まーちゃんチョコバナナ、抹茶チョコバナナ、マーチャンス出せ、マーちゃんごめんねと関係あんのか、マーチャンス立て出せ、マーチャンミルク酵素、え、マーチャンミルク酵素どういうことや、
抹茶ミルク、エッチすぎるって書いてある。こまーちゃんに謝っても謝るな。え、これもしかして焼肉焼いてもいい役なみたいなに、まーちゃんに謝っても謝るなって言ってる。もう分かんないです。あ、これもこちらにしろ。確実に大鶴ひまが来てるということで、いや、これは大鶴ひまに確実に近づいてくる。かわいすぎるな。あ、いっぱいだ、いっぱい来た。おお、これはもう止まらんぜ。おお、すげえ、すごい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 。あ、すごい。ちょっと休憩。ちょっと休憩。疲れた。疲れた。疲れた。はい、お待ちどうさまでした。かき氷のほうじ茶ミルクになりますね。わー、かわいい。はい、シロップを綿菓子の上からかけて溶かして、はい、お召し上がりください。わー、すごい。ありがとうございます。わ、美味しそう。すごく美味しそうです。わー、クマさんも。美味しそうなクマさんも。じゃあこれいただいていっていいですか。このシロップを綿菓子の上からかけると。わあ。あ、すごい美味しそう。あ、なるほど、綿菓子が。こう沈んでいくわけだ。いやあ、これは美味しそう。いただいていいですか。いただきます。うん、おいしい、おいしいです。すごいふわふわ、氷がなんか全然こうキーンとならなくて一瞬でこう溶けていくような。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。うん、ロケって忘れちゃいますね。思って、お、ここ、あとここを飛ぶ、飛ぶだ。痛い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 。え、ちなみにこう僕の相方なんですけど、ここの次にあのどこ行こうみたいなって言ってました。なんか猫カフェと、猫カフェと、はい、トランポリンもやりたいなって、トランポリンもやりたいな、はい、こんなおっしゃってました。こう暑い日に公園歩いたい、はい、かき氷食べた後まだいろんなやりたいことまだ残ってるんです、はい、猫カフェ行ってトランポリンに行きたい、はい、あ、これはありがたい情報をいただきました。いや、こう探しに行ってみようと思います、はい、お気をつけて。はい、ということで今ですね、テントウムシパークに大鶴ひまんがいるのではという噂を聞きつけましてやってまいりました。いよいよね、もう大鶴ひまんにそろそろ出会えるんじゃないかということで、テントウムシパークに向かってちょっと行ってみたいと思います。大鶴ひまんはいるのか、大鶴ひまんはいるのかですね。テントウムシパーク、こんなね建物が地元にあったら絶対に行ってみたい、絶対に入り浸ったらどうなとね、僕は思いますよ。絶対に子供たちだけでなく大人も夢中になれる、そのようなテーマパークのはずということで、このテントウムシパークに行ってみたいと思います。あ、こんにちは。おお、なるほど、いろんなこうボーリングもあれば、あのトランポリンもあって、あ、すいません、あのトランポリンやらせていただきたいんですけど。はい、どうぞ、はい、あ、よろしくお願いします、はい、あ、そのまま、あ、入ってもらって大丈夫です、はい、どうぞお願いします。 ありがとうございます、はい、なるほど、いろいろあるんですね。あ、では、お、すごい、風船ガムもチョコレートも卓球もありますよ。あ、なるほど、ここからは、靴、食べ物、タバコ、
現金なんですね。ということでここからやっていくと。はあ、なるほど。もう早速ね、もうここの足の感じがもうすでに柔らかくて足にとってすごく楽しい環境となってます。はあ、見てください。あ、もうすでにトランポリンを楽しまれてる方もたくさんいらっしゃるということで、いやーこれはでも広いですね。なんかいろんなトランポリンがあるということで、いやこれは面白い。まずはここから、もうすごい、すごい、すごい、これは相当楽しいですね。もしこの施設に子供の時に僕が出会っていたら、夢中になって遊んでたでしょうね。いや、すごい。コツをつかめばすごく高く飛ぶことができます。バランスを取りながら渡っていくと。なるほど、これはかなりギシギシして相当なバランス感覚を必要とされる。次失敗してしまったらもう僕の挑戦はもう終わりとなるでしょう。ママタルト日原洋平スラックライン5回目の挑戦で向こうまで渡り切ってみたいと思います。死んでしまうと思えば失敗しない、死んでしまうと思えば失敗しない。死んでしまいました。いや相当難しい。はい、ということでね、1日 初めての静岡ロケということで、1日大鶴肥満のことをですね、もういろんなところに探しに行ったんですけれども、大鶴肥満には最後まで出会えずということで、せっかくねこうママタルトのロケを楽しみにしてくださったからには申し訳ないんですが、ぜひ次回はママタルトがコンビ揃ってロケをしているところを楽しんでいただきたいと思います。で、ママタルトのロケいかがでしたでしょうか。またお会いしましょう。ママタルトの日原でした。ありがとうございました。どうもママタルトです。はい、はい、我々の冠ロケ番組第2弾が SBS テレビで放送決定ということで、はい、迷子の迷子目で我々また静岡にやってきましたけどもね、はい、こうやってロケ入ってねえんだよバカ野郎。そう、甲子園で赤星が切れた時みたいに牛に怒らんといて入ってんだろうっていうもうじゃないから、入ってねえんだよこの野郎バカ野郎か、うん、言ってないから、言ってますけどね、はい、まあ、そんな感じのロケをいっぱいやってきましたんで、はい、最高のロケーションです。はいはいはい、ぜひ見てほしい静岡見てください。まーちゃんごめんね、まーちゃんごめん。